令和3年の年頭にあたり訓示を行います。職員の皆さんにはこれまでもそして今も新型コロナウイルス対策に全力で取り組んでいただいています。保健所や環境保健研究センター、県立病院など感染対策の第一線の現場で業務に従事している皆さんや、事業者等への経営支援など社会経済活動の回復に向けたさまざまな業務に従事している皆さんをはじめ、すべての職員が多忙な業務に追われ、大変な苦労やストレスの中で日々奮闘していることと思います。また家族と過ごす時間や地域におけるつながりの機会が減少し、辛い状況に置かれているということもあると思います。新型コロナウイルスに感染してしまった職員の皆さんはしっかりと療養し、回復に努めていただき、職場に復帰して自分の経験を生かしてもらいたいと思います。新型コロナウイルスという未知の困難に今までにないような努力と工夫を重ね対応していただいている職員一人一人に改めて感謝したいと思います。昨年来新型コロナウイルス感染症対策に取り組み、この1年間で仕事、暮らし、学びの場でどうすれば感染リスクを減らすことができるのかを経験しました。岩手県では昨年11月以降、飲食の場や職場、医療機関や高齢者施設でのクラスター発生もあり、感染者数が急増しましたが、昨年7月29日まで感染者ゼロが続いたことにも見られるように、東日本大震災津波の経験や真面目で慎重な県民性、密になりにくい生活環境など、全国的にも感染リスクが低い県であると言えます。したがって岩手県は感染例を少なく抑えることができる県なので、職員の皆さんには改めて仕事、暮らし、学びの場で密閉、密集、密接の3密を避けるようお願いします。また常時マスク着用、手洗い、咳エチケット、室内の換気、湿度の調整等の基本的な感染対策を徹底するようお願いします。また県民の皆さんが感染対策にしっかりと取り組むことができるよう、さまざまな環境を整えるとともに、感染が疑われる方の調査を広く実施することにより早期に感染者を確認するなど、感染拡大防止に全力で取り組んでいきましょう。一方、収入面などで困窮が生じる方々には適時適切に寄り添った支援を行うことが必要です。中小企業者への融資による資金繰り支援や、岩手県独自の国と合わせて最長1年分となる家賃支援、買うなら岩手のもの運動や岩手に泊まろうキャンペーンなどの消費喚起策の実施、新しい生活様式への対応等に取り組む事業者への支援などに引き続き取り組んでいきましょう。また新型コロナウイルス感染症対策は、仕事、暮らし、学びのそれぞれの現場で岩手の良さをさらに発展させていくチャンスでもあります。恵まれた自然環境、空気や水、食べ物の美味しさなど、地方にある健康的な生活基盤、地方の良さを大事にしていきましょう。新型コロナウイルス感染症対策には慎重さとチャレンジ精神が必要です。多様な働き方の定着加速化や ICT を活用したビジネスの創出、移住・定住の促進など、今までやったことがないようなことも行って、真のふるさと振興を進めましょう。今年3月11日には東日本大震災津波から10年となります。職員そして全国の自治体等からの応援職員の皆さんの尽力により、復興は大きく進みました。災害公営住宅は昨年すべて完成しました。また応急仮設住宅のすべての入居者が3月までに恒久的な住宅に移行できる見通しとなりました。復興道路等は順次開通し、年内には全区間での開通が見込まれ、県土の縦軸横軸を構成する強力な高速道路ネットワークができつつあります。一方で心のケアやコミュニティの形成支援、また被災者の孤立防止や企業債務を抱えている事業者の大幅な減収に対する支援、さらにはサケ・サンマ等の漁獲量の減少への対策など、被災地の実情を踏まえた対策を講じ、切れ目のない復興を進めていかなければなりません。また伝承と発信を進めていく必要があります。東日本大震災津波伝承館を拠点に、インドネシアのアチェ津波博物館やハワイ太平洋津波博物館、岩手大学や東北大学との交流連携を強化し、震災の事実や教訓を国内外に発信し、防災・減災・復興教育及び学術研究を通じて次世代に伝承し、世界の防災力向上にも貢献していきます。
今年は復興五輪として東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会が開催され、4月から始まる東北デスティネーションキャンペーンや11月に釜石市で開催される防災推進国民大会2021など、日本、東北、そして岩手に注目が集まる年でもあります。この機会を捉え、これまでいただいた国内外からの支援への感謝を伝えるとともに、復興の姿と岩手の魅力を積極的に発信し、交流人口の拡大につなげていきます。4月には復興の推進とともに危機管理対策の司令塔となる復興防災部を新たに設置します。東日本大震災、津波や台風災害等の知見教訓を生かしながら、自然災害への対応や新型コロナウイルス感染症など県民生活に大きな影響を及ぼす危機管理事案に対し、事前の備えから復旧復興に至る一連の対策に総合的に取り組みます。誰一人として取り残さないという理念のもと、一人一人に寄り添いながら復興を進めていきましょう。岩手県民計画2019-2028のスタートから3年目の年となり、第1期アクションプランは計画期間の折り返しとなります。岩手の良さを生かし、先端技術を活用しながら地方の暮らしや仕事を起点とする政策を推進し、基本目標に掲げるお互いに幸福を守り育てる希望郷岩手を進めていきましょう。昨年は新型コロナウイルス感染症対策に追われた1年ではありましたが、県政の各分野で多くの進展がありました。医療福祉分野では、地域医療を担う医師の確保を目指す知事の会の設立や、障害児等への新たな福祉サービスの拠点となる手代森の丘の解消、文化スポーツ分野では二戸市の日本漆かき技術保存会のユネスコ無形文化遺産への登録や、スポーツクライミング第33回リードジャパンカップ、岩手釜石ラグビーメモリアルイベントの開催成功、商工観光分野では記憶者の第二棟工場用の用地取得決定など、ものづくり産業集積の推進や起業家を育成する岩手イノベーションベースの開設、ゆるキャラグランプリの開催成功、農林水産分野では三陸国際ガストロノミー会議2020における三陸の豊かな食材食文化の発信や、ブランド戦略による金色の風銀河の雫をはじめとする農林水産業全体の知名度向上と販路拡大、環境分野では2050年温室効果ガス排出量の実質ゼロに向けた取り組みの着実な推進、ILC 国際リニアコライダーの実現に向けては、新設された東北 ILC 事業推進センターとの連携による政府への誘致決断を促す要望の実施や国民理解の増進、教育分野ではギガスクール構想の加速による県立学校の ICT 環境整備の推進、県政全般にわたる分野では第2期岩手県国土強靭化地域計画の策定や、長期的な視点の下で各地域の強みを生かしたゾーンプロジェクトの推進など、それぞれ着実に成果を上げています。組織としての岩手県もさらに力をつけたと言えるでしょう。今年も各政策分野において成果を出していきましょう。新型コロナウイルス感染症をはじめ、県政課題に的確に対応するためには、行政や団体、企業、地域、個人などのあらゆる主体との連携が重要であり、各部局において連携が進化しています。特に広域振興局は、新型コロナウイルス感染症対策において、各地方支部会議における市町村、関係、機関、団体との緊密な情報共有や、個別具体的な感染対策の検討、各市町村や商工会議所、商工会と連携し、県全体で4000以上の飲食業関係店舗への個別訪問による感染予防等の協力依頼の実施を行うなど、コロナ禍以前よりも連携を強化して対策を進めています。今後も引き続き強固な連携を生かして、地域の実情に応じきめ細かに対応していきましょう。新型コロナウイルス感染症の拡大は、経済社会だけではなく、人々の行動意識価値観をも問い直すものであり、新たな日常の実現に向けた取り組みが求められています。職員の皆さんには、東日本大震災、津波や台風災害等の度重なる災害からの復旧復興に加え、新型コロナウイルス感染症への対応が求められ、業務が増大していることと承知しています。こうした中で、時差出勤在宅勤務制度を活用しながら、デジタル化やモバイルワークを推進し、
一層の働き方改革を進め、効率的に業務を遂行し、計画的に休暇を取得し、超過勤務を縮減しましょう。職員一人一人が家庭生活を充実させ、やりがいを持って日々の業務に向かうことができるよう、ワークライフバランスを確保しましょう。また若者の視点を県の業務に生かすリバースメンター制度の導入など、組織力の向上につながる新たな仕組みを積極的に取り入れていきます。岩手県職員憲章に掲げる5つの信条、県民本位、能力向上、明朗快活、法令遵守、地域意識に常に立ち返りながら、引き続き力を合わせて取り組んでいきましょう。今年は牛年です。高村光太郎の詩、岩手の人では、岩手の人、鎮身牛のごとし、地を行きて走らず、企てて総卒ならず、ついにそのなすべきをなす、とあります。牛は岩手の象徴であり、牛年は岩手の年です。新型コロナウイルス感染症対策や東日本大震災津波からの復興をはじめとするさまざまな県政課題に対し、牛のような着実さといざという時のパワーで、岩手県民計画2019-2028で掲げるお互いに幸福を守り育てる希望郷岩手の実現を進めていきましょう。職員の皆さんの活躍、そしてご多幸を記念して新年の訓示とします。